はい、どうもさです。今回はですね、なんと久しぶりの企画ものでございます。何をやるかと言いますと、1ヶ月漁師生活。これは素潜り漁師マサルが挑む漁師生活30日間の記録である。衣食住はすべてゼロ。さらには野宿スタート。生き抜く術は漁で稼ぐのみ。サバイバルとは違う厳しさが次から次へとマサルに降りかかる。果たして30日間生き延び、漁師だけの力でどこまで成り上がることができるのか。はい、ということで今回結構ルール厳しめで、最初家がないんでね、野宿からスタートになります。最初の目標はもちろんね、家を借りることですね。家を借りるところまで行けば、まあだいぶ裕福な生活ができるんじゃないでしょうか。で、取れた魚の値段はですね、まあ、実際の値段とはちょっと違う可能性があるんですけども、1kg×500円としますで、島の中にいる最高級魚クエダイ、スジアラ、コクハンアラ、ここはね、キロ3000円、かなり高級魚と呼ばれている部類の畑に関しては2000円。そして島はね、ブダイが結構ね高いんですよ。普通のブダイが800円で、ブダイの中でも最も高級なブダイ、南洋ブダイだけ1200円。これでね、やっていこうと思います。もちろんこれはね、あの競り値に近い金額を出してるんで、このね、スーパーで売られてる金額でやりたいところではあるんですけども、あくまでも漁師ということでね、今回競り値で勝負していこうかなと思います。はい、家に住むために貯金をしていきましょう。ということで早速海を見に行きましょう。何ルール追加します。え、1ヶ月で、はい、10キロ痩せましょう。10キロ、ちょっとその体はだらしないっす。漁師生活に追加して10キロ痩せなきゃいけない。漁師生活と進行して10キロ痩せなきゃいけないってことですか。マジか、面白い。10キロ痩せなかったら何かあるんですか。いやもう怖いって。坊主、全身坊主です。全身坊主嫌やな。眉毛だけは残したいな、せめて。うわー、マジか。え、逆に10キロ痩せたら何かあるんですか。10キロ痩せたら10万円プレゼントします。やったー、やる気出てきたぞ。じゃあマサルさん、はい、体重計用意しました。測ってみてください。いや、久しぶりに体重計乗るな。何キロいってるんやろ。 YouTube の2年前ぐらいは65キロでした。まあ70はいってないと思うんだけどな。ちょっと待って、俺そんなに太った？ 78.2。 13キロ太りましたね。やばい、これは確かに痩せた方がいいっすね。うん、じゃあ10キロ痩せるのも同時進行でやってやりましょう。でも10キロのペースが分かんないんですけどね。でも絶対10キロ痩せます。いや、これ服破る意味あった。これ新しいの着てもいいですか。服も自分で稼いで買ってください。自分じゃあ俺これずっとこれってこと。やば、一つお願いがあります。借金させてください。いいですよ。10万円。10万円ですね。3万円で3万か。3万か。ちなみに利子あります。利子もあんの？はい。マジ？いくらっすか？倒産です。面白い。で、10日後に3万9000円で返したらいいってことだね。そうですね。うわー、マジか。いかつ。で、今日これでご飯屋さんに行くのはいいんですか？ダメですよ。え、じゃあ今日台風やし、何も食えない絶食で始まるってこと？
まあでもないよりはマシやな。最初の軍資金0円と3万円は全く違いますから、とりあえず家に住むっていう目標の前に借金を返すっていう目標ができましたねはい、まあとりあえず海潜れないと思うんですけど、海潜れるとこないか行ってみます。じゃあ車乗ってね、行きましょう。はい、お願いします。車は俺んだし使っていいんですよね。あ、車もダメです。え、利用料がかかるってこと？利用かかります。ガソリン代もかかります。ガソリン代もその服もそのままでお願いします。もう服は買わしてほしいな。服買いたかったら自分で魚を取らなきゃいけないと。きついな。量で稼いでください。頑張ります。じゃあもう車使わせてください。はい、毎度あり。いやもうちょっと待って、今もう28時になった。2万8000になった。やばいやばい、この天気でこの服で出るのめっちゃ嫌や。寒い。実は今台風が直撃してて海入れない説濃厚。うん、ただ何も取らなかった場合今日絶食決定なんですよね。うん、だから何か取りたいんで一応海をね今見回ってるところです。水はさすがに買ってもいいよね。 OK です。よし、じゃあちょっと水だけ買っとこう。俺の行きつけの池田商店っていうところがあるんで池田商店に買いに行きます。ここが僕の行きつけの池田商店ですね。特にねお店の名前とかない。ありました、2リットルの水。うわ、もうお酒飲みたくなってるんだけど。まあ2本あればなんとかなるんじゃないかな。お願いします。400円。ありがとうございます。じゃあありがとうございます。Thank you。はい。意外とこの服のことで突っ込まれないんだね。マサルならあんな服着ててもおかしくないなみたいな、なんかそんなんありそうだったよね。とりあえずですね、今から海に向かいます。もうどうせ入れないとは思うんですけど一応見に行っています、どんぐらい荒れてるか。ちなみに今回カメラマン2人いて、今撮ってるのがマサコで、さっき俺の服バリバリに破れたのが早見マッスルです。2人います。マサコの顔はどんな顔をしているのでしょうか。いつか映ると思います。雨やんだな。想像以上に荒れてんな。これ無理やろ。ちょっと出てみる。風がやばいよ。あ、これは今日は無理。さすがに今日は無理そうですね。うん、10キロ痩せなきゃいけないみたいなんで、今から筋トレして夜にね魚の仕掛けしたりとかね漁の準備したりしようかなと思います。もうねこういう台風が来ると漁師は何もできないんですよ。フェリー出てないから取っても送れないしね。じゃあジムに行きましょう。まさこさん一応聞きときたいんですけど、まさかとは思うんですけどジムって俺が作ったわけやん。無料で使えるの？さすがにダメです。面白いね。うん、きついね。いくらですか？500円です。いやーなんかいいとこ行ってんな。ジムの利用料ってまあそんなもんやしな。でも500円って魚1キロ分ってことよ。うわーマジか。収入ないのにもうなんか支出ばっか出ていくな。しかもさ普通さ満タンでさ渡してくれないの？ガソリン3メモリしかないんだけど。ガソリンも入れたら高いからな、結構節約していかないとね。よし、500円ですよね。うくそー、魚1キロ分。とりあえずね1時間ぐらい筋トレしてエネルギーを消費していこうと思います。脱いでいいかな。もうこれ邪魔やし。もう脱ぎましょう。脱ぎましょう、脱ぎましょう。うわー体が重いな。やっぱ痩せるんやったらなるべくムキムキで痩せたいですよね。ひょろがりになったらしゃあないからね。はい、次ラッドプル3セット。ちなみに今の2つが背中の筋肉のトレーニングですね。背中の筋肉ってでかくて消費カロリーがねすごいと言われているんで、本当は足とかやった方が消費エネルギーすごいんですけど、足太くすると素潜りで潜れなくなるんで足は筋トレしないです。はい、ということで次は肩です。最後アブローラーですね。あんま追い込むとね次の日しんどくなるんで。さて筋トレも終わったことですし野宿の場所を探しに行きましょうか。マサルさん、ちょっと台風来てて野宿はちょっとやっぱ危ないんで、今日はもうホテル泊まってください。ホテルですか？はい、漁師生活一発でホテル。台風来ているんで。まあまあでも確かにな、ガチな台風ですしね。ガチガチですね。ホテル代は？もちろんこの軍資金からお願いします。きつっ。
マジか。一番安いところで3200円だよね。3200円の出費か。きついな。まあでも仕方ないね。明日から野宿や。じゃあそしたら次なんですけども、漁具をね買いに行こうと思います。奥の伊良部島ではですね、巨大ザメとか巨大エイが釣れるんですけど、こいつらね100キロとか行くんですよ。この100キロのサメが釣れたら一発で5万円手に入るんで、そのサメの仕掛けをね作っとこうと思います。で、台風が明けたら毎日仕掛ける、夢のある仕掛けを作りに行きます。さすがに結んだわ。とりあえずワイヤーラインと、ありましたよ、でかい針。この針だったらサメいけるんじゃないか。880円。あー、これ2本にしとこうか。で、重りも買いましょう。重りも4つか。2820円。明日の漁用にこの袋を3つ買います。1個1280円です。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。買いましたね。はい、ということで漁具買ったんですけども、ちょっと一つ問題があって、漁協が休みだったんでロープがねなかったですね。なんでね、仕掛け作れないです。やることなくなったな。はい、到着しました。1泊3200円。いやー、いろいろねやりたいことたくさんあったんですけどね、台風だと漁師何もできないわ。しかも野宿する予定だったのができなくて、これで3200円の出費です。痛いなー。収入がないのにどん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 お金だけ出ていってる感じ、これがねきついね。あとね、シンプルに腹が減った。海にね食材を取りに行く予定だったのに海に近づけないんだ、やばいんだ。ということで今死ぬほど腹が減ってます。はい、今日は絶食ですね。何も食べずに一日が終わります。やることもないし。で、ちなみに明日はですね、台風直撃です。めっちゃくちゃ海荒れてるんですけど、海行きます。はい、1万円分ぐらい取ってこのクソみたいな生活から抜け出しましょう。ということで今日はマジでやることない、寝ます。ベッドが3200円と思えんぐらいでかい。ちょっと待って、ちょっと待って、ベッドのここにティッシュ置いてあることある？どんなホテルやね。もう明日とにかく目標は、ちょっとこの服で歩くの本当に恥ずかしい。とにかく明日は1500円分ぐらい魚取って新しい服を買う。もうそれが目標。はい、ということでね、もう寝ます。